続いてはこちらです。飛鳥先生、円馬屋さん、こんばんは。さて先生は次の天皇陛下がオリーブ山でイエスをお迎えした後、ほぼ同時かほんの少し後に船岡山で天照大神が再臨すると説いておられます。しかし物理的に次の天皇陛下がほぼ同時に京都で天照大神をお迎えすることは不可能です。従いまして船岡山で天照大神をお迎えするのはツートップの一人、秋篠宮様ということが考えられますが、先生のご見解はどうでしょうか。しかし、よろしくお願いします。なんか最近質問がさ、はい、なんかめちゃくちゃえぐってくるよね。そうですね、皆さん勉強されてますから。前みたいにさ、宇宙人っているでしょうかっていう、あの頃の質問と比べたらさ、やべえなと思うよ、本当に。いや、まあ、このことに関してはその時系列でいくとね、どうなるかっていうのは、はい、まあ、僕自身も分かりません、ただまあ大体こういう流れだろうっていうことぐらいしか分からないんですが、もともと三種の神器っていうのはイスラエルにありましたから、それを日本が預かって、日本では大和民族が預かって、はい、ヤマトっていうのはヘブライ語でヤハウェの民っていう意味ですからね。で今だから伊勢神宮に、ね、そのうちの2つ、はい、で1つが今飛鳥神宮にあって、で今年の11月に式年遷宮で新たに伊蔵宮、伊沢の宮、これ昔伊沢の宮って言ってましたからね、はい、でそれが物の部系の本当に伊勢神宮で、内宮下宮とそれと伊沢の宮の3つが並び立って三社殿並び立つ、はい、でこれが最終形態、はい、でそこに一つ一つ三種神器が置かれます、で、それを最終的に、ラストエンペラー、まあ、最後の天皇陛下が、これ実はレビなんですよ、はい、天皇陛下はレビなんです、はい、神道系で儀式、天皇陛下が一番やるべきものは儀式ですから、はい、神事、はい、これはユダヤいうところ のいわゆるレビなんだよ。間違いなく天皇陛下はレビなんだ、はい、でレビは一番最後ですからね、回収するっていうのが見つけられるのが、でアークである箱に収めて、でそれを持ってイスラエルへオリーブ山の上に置くんですね、はい、それがないと再臨もないし、失われた都市も帰ってこないんで、はい、で要はその後で、まあ、その再臨があるんだけど、それがまるで1日のことが起こるとは限らないんだよ。あ、でそういうのが何日か1週間かけて起こるのか、はい、一つかかって起こるのか、それも本当に一日で起こるのか、それは全くそこまではわからない。はい、